万波中正選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは1本目のホームラン、4回ランナーを置いてのあの場面でしたが、振り返っていかがですか？いや、本当に久しぶりのホームランで、はい、最高の1本だったなと思います。そして続く5回、こちらはフルカウントで粘りながらの一発でしたが、どんな意識だったんでしょう？目の前に清さんがホームラン打ってたんで、めちゃめちゃホームラン狙ってました。まあ、そしてご自身の話にもありましたが、8月1日以来のホームラン、しかも2打席連発となりましたが、このホームラン、今後の自身にとっても勢いつきそうですか？そうですね、本当に、止まってたところで2本出てくれたのすごい嬉しく思いますし、まあ、ここから20本25本で目指して頑張ります。はい、数字の話も出ましたが、今日の2本でホームランが18本となりました。これによりホームランランキング2位浮上となりましたが、タイトルへの意識いかがですか？いや、本当に1日でも早く、はい、浅村さんに追いつけるように毎打席フルスイングして頑張ります。さあ、このカード1勝1敗、カード勝ち越しへ向けて明日も大事な戦いになるかと思います。最後に今日も応援してくださったファンに向けてメッセージをお願いします。いつも本当に応援ありがとうございます。もう1勝して、みんなで北海道帰りましょう。ありがとうございます。今日のヒーロー万波選手でした。まあ、今日18本目が出ましたから、はい、次は20本目25本目を目指すね、うん、そうですね、浅村さんを追いかけたいというね、まあね、若いというかね、はい、勢いがありますよ ね、 そうですね。まあ、でも可能性感じますね。いや、そうです ね、まあ、飛ばす力っていうのはね、はい、すごく魅力的ですしね、ちょっとね、こうズバ抜けてる感じがしますね。はい、確かにね、まあ、5年目ですからね、うん、ね。まあ、この万波選手、野村選手が5年目で、清宮選手6年目というね、シーズンですからね。そうですね、まあ、高校卒業してね、年数ですから、まだまだ、ね、若いですからね、13歳、24歳という、ね、うん、年齢ですからね。まあ、そこにファイターズはね、磯畑選手、上川畑選手、奈良間選手といった機動力の選手がいます。